もう一回ぐらい皇帝に。そうだよ。もう一回ぐらい皇帝に。チームエンペラー負けないよ。え、ちょっとなんとかエンペラーみたいなさ、異名みたいな感じで、俺だったらさっきのちょっとエスケープエンペラーみたいな。ちょっとみんななんかかっこいい、ちょっとなんか異名。ちょっと待って、自分だけなんかちょっといい感じにしないな。俺は今のちょっと、撃たれると逃げる、足速くなるし、ああ、投げるんで。俺ちょっとエスケープエンペラーできます。わかりました。あ、黒猫さん。ちょっと皆さん、ちょっと。黒猫さんどうしましょうね。黒猫さん。偵察。黒ちゃん。偵察ブラハー、クロエンペラーと。は？クロエンペラーってなんですか？なんですか？カラス出すやん、こいつなんか。ああ。ブラックエンペラーじゃダメですか？あ、かっこいい。ルコニッサンスエンペラーや。誰？レコニッサンス。何ですかそれ？偵察、偵察よ。レコニッサンス。偵察。クロエンペラーね。はいはい。そうそう、クロね。あ、なんか嫌じゃん。あ、でもブラックエンペラーちょっとかっこいいね。じゃあブラックエンペラー。ダークエンペラー。あ、ダークエンペラーにしようや。ダークエンペラー。じゃあ僕は、トルネードミサイルエンペラー。いやいやいや。投げ。トルネードミサイルエンペラー。トルミサエンペラーできます。トルミサエンペラー。はい、トルネードミサイルエンペラーとエスケープエンペラーとダークエンペラーダークエンペラーちょっとエンペラー今思い出したんだけどさ、はい、パラナイ、うん、パラナイ、はいはい、2人やってるやつパラナイでしたっけ、あれで超人気声優小野賢章エンペラーっていうのがいいんだけど小野賢章エンペラーエンペラー賢章っていう人がいるんですけど、ブライカンという地位に入ってる伝説のエンペラーがいるんだけど、いますねいますね、そのエンペラーがクロちゃんが歌うますぎてビビったって言ってましたよ。これはもうちょっとちょっとごますりに行くわ、ごますりに行ってくるわ、ガチって言ってたからね、ガチで。ありがたいですね。冗談さておき。見えねえ見えねえ見えねえ。